ついた。これが王都。すごい、こんなに大きいんだ。舐めてたな。やっぱり王都っていうだけのことはあったわ。広さだけなら風剣島だってそれなりだと思うけど、あっちは畑しかないしな。すごい、こんなところがあったんだ。チカするよ。まずい、これは迷子になりそう。てか私もう迷子なんじゃ。ライザー、え、今誰か呼んだ？あれって、え、ボース？嘘、ボースだよね。よかった、助かった、知ってる人に会えた。どうしようかと思ったよ。本当にライザじゃねえか。まさかと思ったが、なんでここにいるんだ。まあそれはタオに。それにしても久しぶりだね。でもよかった、あんまり変わってないみたいで。お前こそ相変わらず聞くまでもなく元気そうだ。年相応に少しは落ち着いたらどうなんだ。憎まれ口も相変わらずでよかったよ。ところでボスのお友達？ちょ、何言ってるんだよ。僕だよ、僕。忘れちゃったの？ひょっとしてタオなの？そうだよ、誰だと思ってたのさ。いや、だってずいぶん背が伸びたね。それに声も全然違うじゃん。なんだか男の子って感じになってる。こいつ
こっちに来てから急に大きくなりやがったんだ。もう俺とほとんど変わらん。服装もやけにおしゃれな感じになってるし、最初誰だか分からなかったよ。ひどいなあ。もう逆にライザは一目で分かったけどね。ああ、特にお登り特有の動きをしてたからな。都会っぽくないからよく目立つ。なんかあんたたちの方がさらっとひどいこと言ってない？まあまあ、田舎育ちが通る道ってやつだよ。そのおかげでこうして割と簡単に会えたんだから。うん、まあね。危うく迷子になりそうだったけど、いきなり心が折れかけたよ。いや、それにしてもここが王都なんだね。大きすぎて上ばかり見てたよ。高い建物が多いからな。見慣れればそんなこともなくなる。そうだ、せっかく来てくれたんだし、ライザに街を案内するよ。どうかな？そうだな。今いるここが中央区だ。見ての通り露店なんかが数多く出ている。うん、さっきからずっと気になってたんだ。ちょっと露店見てきていい？後にしろ。お前は夢中になると時間を忘れるからな。この町っていくつかの区画に分かれてるんだけど、他の地区は大体ここから行けるようになってるよ。そういう町の作りのせいもあるんだろうけど、ここが一番賑やかな場所かな。他の地区も軽く巡ってみるか。迷子になられても困るからな。またそういうことを言う。でもここはおとなしく話を聞いておくことにするよ。よし、じゃあまずは北の農業区と南の職人区に行ってみようか。この辺りはこんな感じで農業区だね。見慣れた感じだろ。うん、他が都会なのにここに来たら急に島に戻ったような気分になったよ。なんというかホッとするような。まあ僕らからしたらこの辺りが一番慣れ親しんだ感じがする景色かもね。全然人がいないね。町の方はいっぱいいたのに。あまりなり手がいないんだとよ。都会に住んでてわざわざ土にまみれたくないんだろう。食べ物だったら周辺の町からいくらでもやってくるから困らないしね。僕らの村の空間フルーツも売られてるのを見たよ。あまり数は多くないけどさ。そうなんだ。農作業したくないって理由も場所によっていろいろなんだな。お前のはただ単に面倒くさいってだけで理由にはなってないからな。まあそんなわけでこの辺りはこんな感じかな。
ここはいろんな職人の店が集まってる地域さ。工場とか火事場みたいなところが多いかな。もともと大戸は国中から金属を集めて加工なんかをするのが主な産業なんだそうだ。面白そうなものがいっぱいありそう。あ、でもこんなに似たようなお店ばかりでやっていけるのかな。僕も最初はそう思ったんだけどね。やっぱり同じような仕事をしてる人たちが集まった方がいろいろ効率がいいんだろうね。多少は商売がたきになるかもしれないけど、それよりも協力した方がいいってことじゃない？俺たちの村と一緒だ。港に行けば店がいくつもあっただろう。言われてみれば確かに。まあ、金属製品で困ったことがあったときはここに来れば解決すると思うよ。じゃあこの後は学園区に行ってみようか。学園区？僕らが通ってる学園がある区域さ。普段は僕らもそこにいることが多いかな。学生相手の店なんかが多くてな、割と賑わってる場所ではある。階段を上がって西にあるあの塔の先が学園区だよ。おい、タオ、あの店に行かねえか。うん、そうだね。僕らについてきてよ。二人ともなんだかすっかり仲良くなっちゃって。何やってんだ、早く来いよ。ちょっと迷子にならないでよ。あ、うん、ごめん。
全部学園なの？まさか。ただ大抵は学園に関係してたりするね。学生が住んでる家だったり、学生相手の店だったり。学園があるから成り立っている地域ではある。何から何まで規模がでかいな。島じゃ学び屋一つだけだったし。あそこだ。あれがいつも俺たちが行ってる店だ。座っていろいろ話そうぜ。